一言感謝の祈りを捧げたいと思います。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった天の父なる神様、聖なる御名を賛美いたします。あなたこそ天と地の一切の王の王、主の主であられます。神様、今も日本中であなたが賛美され、あなたに栄光が記されていることを感謝します。あなたは私たちも滅びから贖い出して、この命の道を歩ませていてくださいますことをありがとうございます。けれども主よ、どうぞ私たちが一週間の間にあなたを悲しませたことが多々あることでありますが、どうぞ主よ、憐れんでお許しくださいますようにお願いをいたします。主よ、どうぞ今日もあなたを礼拝する者にふさわしく、あらゆる思い煩いから解き放って、あなたの御言葉に聞き入らせてくださいますようお願いをいたします。神様、やむを得ずとどめられている一人一人を顧みてくださいますように、どうぞその必要をあなたが知ってらっしゃいますから、憐れみ助けてくださいますようお願いをいたします。神様、世界が混沌としています。本当に神、本当に闇の中にいるかのように思われることであります。しかしどうぞそこにあなたの恵みと憐れみが豊かに表されますように、慰めをどうぞ待ち望んでいる者たちにお与えくださることをお願いをいたします。御霊の助けを仰いでいます。私たちの上に主の助けが豊かにありますように。今こちらに向かっている方がありましたら、どうぞ速やかにお送りください。みなによって祈ります。アーメン。11章まで、ね、本当に一つ一つ詳しくこう、しっかりと心を向けさせていただきましたが、いきなりですね。6章ぐらい飛ばしまして17章に今朝移らせていただくことですけども、しかもこの17節の途中から13節から26節までっていうところであります。で、聖書民間っていう、いつもこの聖書をここから説教するっていうふうに決めてるテキスト、それによるとここからですね、天国の市民権を持つ者っていう、そういう表題が作られて、付けられておりました。まあ、しかし、私的にはこの共同訳の最初にありますイエスの祈りっていう、この表題を途中からですけども取らせていただいたわけであります。で、また皆さん時間があったらこの一節からも読んでみてください。とても読めば読むほどっていうか今回も改めていろんなことを気づかされたことを思います。で、これはイエス様の祈りというふうに表題が付けられているんですけども、教官福音書マタイ・マルコ・ルカの方を見まして、こういうイエス様がお祈りをなさっているところはどこにもないんですね。このヨハネの17章しかありません。で、ヨハネでですね、ゲッセマネの祈りっていうところがどっかにあるかなと思って見ていくとですね、多分この12章の27節ぐらいじゃないかって言われてるんですね。ヨハネのゲッセマネの、もう一遍言いましょうか。12章の27節。また後からそう見ると、今もそこにそっち向いてるとまた分からなくなるかもしれませんが。で、
またね、参考にしてほしいところが3つほどあるんですけども、エレミア書の29章、4節から14節とかね、フィリピ人への手紙、3章の7節から21節。詩編は今、購読いたしましたから、この詩編の34編の16から23が私たちにですね、本当に神様の深い御心が明らかにされているところであろうと思いますね。で、実はですね、この17章はイエス様がお祈りなさったっていうよりも、この著者ヨハネがですね、考えてっていうか、聖霊の導きによってこの書き記した祈りではないかというふうに、最近は言われているんですね。で、この祈りはこの時のイエス様がお祈りなさった時のことだけではなくて、例えば17章の1節のですね、父よ時が来ましたってこう始まるんですけども、この父よっていうのはこの全ての教会のこのその時その時どこでもですね、みんなこう祈りも求める時に神様父よってこう祈る祈りがここにある。だからもう全ての共同体にこの与えられた祈りであるって言われてるんですね。だからまさにこれは私たちに示されている祈りって言っていいと思います。でここにこの神様の約束、そしてこのイエス様が神様を表していてくださるっていうんでしょうか、約束と啓示ということがこの17章全体に表されているということができるんですね。啓示っていうのは神様の真理を表しているっていうことですね。で、この読んでいくとですね、なんかずっと同じようなことがこう語られているっていうのに気づくと思いますね。ですからそれをどういうふうに受け止めるかっていうことが私たちのなすべきことであろうと思いますね。で、最初にこのお祈りの中の全体のお祈りの中心とは何かっていうと、例えば17章の11節をご覧ください。そこには私はもはや世にいません、彼らは世に残りますが私は身元に参ります、聖なる父よ私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください、私たちのように彼らも一つになるためです。まあ、これがここに中心ということが表されているというんですね。で、まあ、他にも今日の21節22節にもそれと近い言葉が記されています。すなわち使わされた子なるものイエス様と天の父とが一体であられるということがここで非常に強調されているんですねそして21、22節ではその一体にこれから信じるであろう、加わるであろうその共同体信徒ですねたちもその一体に預かる、その一体がその人たちまでこの拡張されるっていうんでしょうかっていうことがここでだからイエス様と父なる神様が一体であり、そして今日この私たちの教会も全ての教会もその一体の中にあるっていうことがここで、強く示されているということですね。それをこう覚えておいていただいて、
それで13節から行っていきたいと思います。11節にもありましたように、ここでもしかし今私は身元に参ります。世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。イエス様が身元に参るということは、一つは神様からこの与えられたその使命を果たされたということですね。だからもう一節のところでイエス様が天を仰いでとおっしゃいますけど、父よ、時が来ました、あなたの子があなたの栄光を表すようになるために。この天を仰いでったのも栄光を表されたイエス様ですね。もう神様から使わされたところの使命を果たし、この栄光、神様の栄光を表されたイエス様がここにおられるって言って、世界はこの恵みの中にこのいるわけですけども、それがこの13節でももう一遍ここでもう繰り返されておりますけども、今私は身元に参ります。イエス様はこの使命を果たして帰られるのですけども、ということは弟子たちと決別をするということになりますね。今までもうずっと先生をイエス様を 見続けてきたんですけども、もうこれからはそのようにイエス様を見ることができなくなる。これはね、私たちの信仰生活の中でも起こること、何も特別変わったことが起こったわけじゃないのに、イエス様が見えないようなこの不安の中に置かれるような事柄ですね。苦しみや悲しみというものの中を通らせられるというんでしょうか。まさにイエス様が弟子たちと決別するということは、弟子たちにとってそれはもう信じられない衝撃を起こすことになる。しかし今イエス様が先にその時になって言うんじゃない、今言っとくっていうことは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。それはイエス様と別れて、あ、もうダメにされる、もう見捨てられた、見放されたっていうことではね、私たちが疑って、裏切って、ついていけなかったから、失敗したから、もうこの祝福を失ったんだっていうような、そういう後悔したりですね、そしてこうなんて言うんでしょうか、もう、慌てさせられる。確かにイエス様が十字架に挙げられる時など、もう弟子たちはおそらくもう生きてる心地がしないような中を通ったと思うんですね。イエス様が裁判されている時、私たちもそういう出来事、あ、教会はどうなるんだろうかっていうような、私はどうなるんだろうかっていうような、そういう中をに置かれる。しかしそれは何て言って書いてますか、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためですっていうんです。世の中と全然違う、まあ、もうダメだね、それはもう終わりだよって簡単に言っちゃう。私たちももうそう決めてしまう。しかしそうじゃない。イエス様が、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためだとおっしゃってる。この喜びっていう、これがまさに天の意味ですよね。もう天を表す言葉、それはもう揺るがない喜び、平安って言ったらいいと思いますね。それがこの
今見えない、見えなくなって慌てている。しかしそれで終わるのではないということです。それは喜びに変わりっていうんでしょうか、本当に平安に満たされるようになるためだ。まああんまり大騒ぎしてですね、もう分かったようにこう否定的に暗くすることが私たちの、千倍時になるかもしれません。しかし私たちにとってね、神様はまさにこの教会の剣道をどうぞ覚えてください。もうね、バブルが弾けてね、動かなくなって2年半ぐらいね、信じれないんですよね。2年半、何も。だけど私ね、そんなには心配しなかった。どんな状況になる、どんどん厳しい状況、もう土地は売れなくなって、動かなくなって、誰も不動産も誰も来なくなってっていうからね。そういうところを通ると神様の技って、あ、こういうところを通るんだなって思えるようになっていきますね。面白いと思いますけども、どうぞ私たちに、もう皆さんも少しは神様の何でしょうかね、宮座のこのなされ方っていうのが見えてきたんじゃないかと。私たちの信仰が絶えず試されるみたいなね、信じてますか、あなたは私を信じてんですかってこう絶えずね聞かれて、いやもう信仰なんか特に吹っ飛ばしましたっていうぐらいな中を通される場合もあるかもしれませんけどね。その時に14節、私は彼らに御言葉を伝えました。しかし世は彼らを憎みました。イエス様の弟子であるっていうことで弟子たちは憎まれる。私は彼らに御言葉を伝えましたが世は彼らを憎みました。でもこの世は彼らを憎みましたが、弟子たちはやがてここから力が出ますよね。先の足が泣いて歩けなかった人がですね、立ち上がって神様を賛美したように、弟子たちも皆もう3年間でずっとイエス様を見てきたけども、その気持ちが全部吹っ飛んでしまった、全部自分たちで壊してしまったと思ったような自分たちでしたが、それは本当にこのめちゃくちゃ弱い私たち全部受け止めて、変わることない愛で私たちを包んでくださることだったんだ。こんな神様の御業を、こんな弱い、ね、自分の本当に徹底的な弱さが見せつけられる。皆さんどうぞね、あなたに頼ってもいいけど、あなたは弱すぎるんですよ。あなたに頼ろうと私は思わない。御言葉に頼る。どんな小さい人でもね、イエス様を信じている人は強い、動かない。でもだからそれがね、何度でも表されるんです。信じるかってこうイエス様を優しく聞いてください。弟子たちはやがて憎まれても強くなっていくでしょう。憎まれるんですけど、憎まれて逃げたりはせんのですよ。憎まれてこの福音を隠してしまったりはしないんです。憎まれても平気で福音を表すようになっていくんです。私たちは憎まれてないけど福音をもう隠しちゃって世の中と仲良くなっちゃう。それは私が世に属していないように、彼らも世に属していないからです。このどうぞ恵みによってね、生きて生かされているってことをもっと味わってください。あなたは神様に愛されて今歩んでいます。それは嘘じゃないんです。話じゃないんですよ。本当なんです。
信じられませんよね。家族だけが信じられると思っている人も多いと思いますけども、どうぞね、神様があなたを愛されているということをね、そしてその神様はいろんな形であなたに働かれます。あなたがそれを望むんだったらそれで行きなさい。でも主を待ち望む者は必ず新たな力を得ます。私が世に属していないように彼らも世に属していない。私たちは世から救い出されている、選び出されている。世に属していないんですけども、私たちが世に属したものと思い込んで生活すると何にも起こらない。あなたを通しては一切何も起こりません。世の中は誰もあなたを不思議とは思わないから、ああもう大変だなってお互いに思うだけですね。ご存知のようにイエス様が世に属していないようにっていうのは、世に仕えるためにおいでになったんです。イエス様は偉そうに頭となってきたんじゃないんです。世に仕えるため、命を与えるためにおいでになったんです。私たちも実はこのね、救いに預かるっていうことはもうもう必ずあなたはもう永遠の命が与えられているから、何が起こったって心配ないんです。将来のことをね、私たちは世の中がいっぱい心配している、噂してますから、私たちも同じように心配しなきゃいけないと思い込まされてますけども、もうはっきり聞いてください。私がこの50年間来てね、お年寄りたちたくさん手に送りましたが、もう誰もかわいそうに蹴飛ばされて天国に行ったわっていう人一人もいない。一緒に見てきたはずだけど、どこを見てるのかとあなたたちに思う、はあ、主のなさることはすごいなと思って驚きながら私は葬儀やりました、ね、ぜひね、まあこの私たちが世に属していないっていうこれ今日だけでは話できないかもしれません。皆さん考えていただいたらいいと思います。イエス様がそうであり、私たちもそうされてるんです。もうね、罪深いものが本当に許されて、その喜びに生かしてください。平安に生かしてください。これ本一つ一つ本気にしてください。もうちょっとこれをね。だから、イエス様がお願いするのはね、15節、私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく悪いものから守ってくださることです。世はね、残念ながら闇です。暗闇ですよ。世は分かったように言う人もたくさんいますけども、世は結局は、ね、自分自身が分かっていないっていう、自分をいい人のように振る舞うのが世ですけども、残念ながらそうではない。世は時と場合によってそうではないんです。私たちも弱さのためにその罪を犯す場合がしばしばあるかもしれない。どうぞしかし目を覚ましてください。ここではね、私たちが世から出たら、私たちはイエス様と一つにされていますから、イエス様の御業を受け継ぐんですね。イエス様の御業を引き継ぐんです。だからこの世で偉そうに生きるんじゃないんです。使えるものとして生きればいいんです。だからしばしばバカにされるような経験を通るんですけども、その使えるようなバカにされるようなところを通って、実は信仰は試されていくんですね。どのぐらい許され、どのぐらい愛されてるか知ってんのです、知ってんですか。なんでそんなことでいちいちガー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 思うんですかって、こっちが示されるんですよ。
私がどんなにあなたを愛しているかということをあなたは知らないんですか。なんで人のことが愛せないんですかってこう聞かれるんです。あなたの愛なんか知りませんよ、私は自分で頑張ってますからって勘違いして生きるんです。本当にそのことがここに書かれているんです。そのことが、ちょっとね6章を開けてみましょう。ちょっとあんまりやってると時間が足らなくなるかもしれない。ヨハネの6章をちょっと開けてください。ヨハネの6章の33というところすぐ読みますね。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。しかし前にも言ったように、あなたたちは私を見ているのに信じ、父が私にお与えになる人は皆私のところに来る。皆さん、あなたは神様がイエス様のところに来させてくださった人なんですよ。あなたが自分で来たんじゃないんです。神様があなたをイエス様のもとに来させてくださったんですよ。救いは神様から出てるんです。あなたが信じたから救われてるんじゃなくて、もう神様の子供だからあなたは言われている。神様が見出してあなたをイエス様のところに来させてくださったって。東京から来た人もどこから来た人もそうなんですよ。みんな、ね、信じるようになるために、神様、私を函館を辞めて横島に使わしたり、もういろんなことをなさるんですからね。もう一遍、その37節の途中から、私のもとに来る人を私は決して追い出さない。私が天から下ってきたのは自分の意思を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためである。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。私の父の御心は、こう見て信じる者が永遠の皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。神様の御心とは何ぞや、このイエス様のことを信じる。皆さん信じてますよね。信じるということは生きる、従うということなん。イエス様に従うということなん。自分の人生をがイエス様にした、イエス様が歩まれたように私たちも生きる。もう単純に言うと、イエス様がこの使えられたように私たちも使えさせていただくということですよね。世の中は使える気なんかありません。なんでこんな、こんなことしなきゃいけない、私がなんでそんなことしなきゃいけない、もう喜んでやってるようでも不満たらたらになっている。しかしどうぞ、私たちがどんな仕事が与えられても、掃除とかトイレの掃除であったとしてもですね、それはね、神様があなたをこう、なんていうかな、喜んでらっしゃる。やってくれよってことは喜んでらっしゃるんですね。どうぞ、この世は憎みますよ。十字架にかかったイエス様を信じて喜んで生きるっていうこと、世の中には分からないからね、信じれませんから。ユダヤ人とか日本人でもですね、一生懸命生きている人にとってね、このキリストを信じて喜んでるなんて許せない。冗談じゃない、私たちはこんなに努力して生きているのに、何のんきに歌なんか歌ってるんですよ。それで天国が生きるなんて言ってるんだってぐらい、世の中はね、信じれられないことなんですよ。どんな宗教でも決まりは難しいですよ。こんなのんびりした決まりじゃないと思いますよ。
来れる時に来てください、来れなくても別に何もありませんっていうような、もうね自由ですよというのね、しかしどうぞもう一回その15節で、世から取り去ることではない、私たちに与えられたその使命はね、あなたが果たすように神様が願ってらっしゃるんですね。しかしそういう私たちに向かって悪いものがですね、襲いかかってくることから守ってください。時々言いますね、悪いものがね、そういうものが邪魔することをこのから助けてくださるように、イエス様はここで最初のお祈りがあります。まず私たちも本当にね、お互いに対してこういうことを心に留めていきましょう。悪いものから守ってくださる。もう一回16節、私が世に属していないように彼らも世に属していないのです。もう一回皆さん、私たちがこの神様のね、絶大な恵みに預かっていることを知っているんです。ほとんどの人はそれを知らないんです。もうこれは大きな違い。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。清くなる性別っていうことはね、これはね、あることのためにあなたがこのそのことをするだけに決められることを性っていうんですね。性はね、清いっていうのはその一つのことを、このことをするためにあなたはあるのだっていうことです。その分けてください、何をするっていうか、御言葉の真理は御言葉なんですね。だから、彼らをですね、聖なる御言葉に従うものとしてください、こう訳することができますね。この17節はね、いいですか、真理なる御言葉に従うものとしてください。だから18節がそのことを言う、私を世にお遣わしになったよということは、この神様の意思にイエス様の意思が一致しているということです。私を世にお遣わしになったよ、神様はイエス様をこの救い主として犠牲として送られたわけですけど、イエス様がそれを喜んで従ったように、私も彼らを世に遣わしました。イエス様が世に来られたのはまさに犠牲となるために来ている。世に仕えて世の人にこの救いを受けさせてくださるために私たちは救われている。私も彼らを世に遣わしましたというのはそういうことですね。私たちには世と妥協してのんきに遊んでいる時間はもうそんなにないはずです。もうこの残された時間ね、皆さんね、このことのために用いようじゃない、聖なるものと、ね、真理によって彼らを聖なるものとしてください。世の中はごまかしでしょ、偽りでしょ、こんにちは、ありがとうございます、みんな嘘でしょ、本当は。わかりますよ、言えるんですよ、そういうこと、本当のことを私たちはもう、私が今嘘を言ってるってどうぞ気づいてください。本当の私はどこにいるのかっていうことをどうぞ知ってください。私は本当のことを真理に立ってるんです。もうイエス様に従ってますから、みんな、お前今本当のこと言ってんのか嘘言ってんじゃないのか、もう知られるんです、知られてるんです。私たちは本当のことを言う存在なんです。ですから安心なんです。先週も何人かの人本当のことを言ってくださるから、もう安心して、私もその話を一緒になってですね、そういうことができましたけれども、そういうことです。この私を世にお遣わしになったように、私も彼らを世に遣わしました。時間が来ちゃったね。
19節、彼らのために私は自分自身を捧げます。イエス様が、ね、本当の犠牲となりますということでしょう。私が唯一の犠牲となります。もう誰も裁かれない、もう神様が誰も愛されている、放蕩息子であろうと放蕩娘であろうと、ザカイであろうと誰であろうと、もうおいで助けてくださいって来るなら救われる、その状況になっているんです。すべての人はしかしここに救いがあるって知らないから、山に行き海に行きどこに行き何するか分かりません。それが私は自分自身を捧げます、イエス様が捧げられたらもうなったのです。私たちのすべての人の永遠の命はもうプレゼントなんです、賜物なんですよ。あんたには受ける資格がないなんて言える人は誰もいないんです。彼らも真理によって捧げられたものとなるため、私たちも皆さん誰かの永遠の命に仕えさせてくださるということですよ。あなたが誰かがもう神様がくださった人生の許しと、そしてもう神様の絶大な愛と平安と受け取るために神様あなたを用いようとされているということ、あなたのご主人や息子さんや娘さんやお孫さんや誰さんや彼さんや、みんなそうなんです。あなた自身がこのことをどうぞ覚えていただきたいと思います。これは今イエス様と一緒にいる者たちのため、そして20節からは彼らのためだけじゃなくって彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。すべての時代のすべての信じる人のためにイエス様がお祈りなさっている。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるようにすべての人を一つにしてください。神様のご意志は何ですか？イエス様を犠牲にして全ての人を無条件で救われるということなんですよ。とんでもないことですよ。あんな悪者を救うんですかということになりますよ。それが神様のご意志です。そのご意志のためにイエス様がおいでになったのです。そしてその恵みに預かったのです。私たちはなんでやんなきゃいけない、そんな恐ろしいことをどうぞもう吹っ飛ばしてください。ダイナマイトでいいからぶっ飛ばして、もうそんな汚い心っていうか、もう本当に溶かしてください。私たちの中に。もう命の水がね、イエス様のこの愛が流れてくるように生きようじゃありませんか。父よ、あなたが私のうちにおられっていうことは、この神様の御心にイエス様の心が一つであることでしょ。彼らも私たちの全ての人を一つにしてください。教会はこのね、キリストの弟子として一つなんですよ。しかしみんな個性はあっていいんですよ。みんな同じようになる、どっかの今日宗教集団みたいにみんな同じ顔になる、同じような服装にならなくていいんですけど、みんな個性的でいいんですが、しかしその私たちが寄って立っているところはどこかって言ったら、この恵みに立ってんです。信じれないほど私は思う。私のこの元気さはね、体の不自由な人のためにあるんだなってずっと思ってきた。もう動けない人のためにね、この体をね用いさせていただくことのだからね鍛えてたんですけどね、もう衰えないようにね。皆さんね、元気なの私がどっかへ飛び跳ねていくためにあるって、どうぞね、もうそんな世の中に任せてたらいいよ。そうすればどうなるか、21節ご覧ください。世はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになるって言うんですよ。私たちが本気で使い、なんでそんなこと、なんでそんなことしてくれるんですか、なんでそうなるんですか、ね、面白かったよ、まあ、前にね、ある娘さんが言ってました。親がしてくれないのになんで先生がこのことまでしてくれるんですかって、ね、いや、もう全然問題ないよって。誰かが必要とされたらね、喜んでやらせていただいたらね、もうそんなのね、本
感謝しますだけですよ。22節、あなたがくださった栄光を私は彼らに与えました。栄光とは何ぞやったら皆ですよ。神様の皆、神様の皆は、それは無条件で愛されるっていう皆でしょ。神様は我慢なくちゃダメだよ、そんなんじゃダメだよっておっしゃってんじゃない。どうにもならなくってもあなたは私のものですって言ってくださる。だから病院で寝たっきりの人もみんなイエス様のもの、誰でもね。それが皆です。神様の皆はもう桁外れの愛なんです。これはね、このため私たちが一つであり彼らも一つになるためです。23節、私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは彼らが完全に一つになるためです。こうしてあなたが私をお使わしになったこと、また私を愛しておられるように彼らは愛しておられたことを世が知るようになる。この世、ね、このうぬぼれて賢いと思って、もうね、あの永遠なんかあるわけがないと思って生きてる世ですよ。神様はもう、神様の目標はずっとこの世の救いなんです。失われている人たちの救いなんです。イエス様のこの救いが一つも無駄にならないようにということですよ。もう成し遂げられているこの恵みが一つも無駄にならない。もう、すみません、今日そこまでにしとこう。肝心の24節からのところはまた後にしようと思います。お祈りします。そうですね、説教のお祈りはこの26節の御言葉からと思っているのですけども、22節にさせていただきますね。あなたがくださった栄光を私は彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。天の父なる神様、このヨハネによる福音書の17章から、イエス様の祈りとして聞かせていただきました。神様、あなたがどんな思いでイエス様をお使わしくださり、本当に私たちを深く愛してくださり、一人も滅びないために素晴らしい救いを実現してくださいましたことを誠に感謝します。この固くなな頑固などうしようもない汚れ果てた私たちに、この恵みをあなたは本当に開いてくださったことを感謝します。しかしまだまだあなたを求めるよりも本当に違う方向に向かっている私たちですが、どうぞ主よ、私たちの周りにいるこの多くの大切な人々に向かって永遠の命を少しでも本気になって知らせる私たちとどうぞならせてください。また私たちの教会とならせてください。どうぞ私たちがそのことにおいて一つとさせていただくことができるよう、皆によってお祈りします。アメン。申し訳ない、感謝の捧げ物を